じゃあ、よろしくお願いします。これ入ってますか。では、よろしくお願いします。いや、なんか意外と時間なかったんで、ちょっと慌ててスライドショーを今めくっています。それで、パールの性的解析入門とパールリファクタリングツーラップ PRT のご紹介っていうのをします。人で909と言います。趣味はマリンスポーツですっていう名前で普段活躍しています。ハテナで、ハテナブログっていうのを作ってます。で、今日はもう盛りだくさんでこれぐらい話そうと。で、性的解析の話、昨日もやってるんで、詳しくはそっちを見てください。スライド149もあるんで、じゃんじゃん行きたいと。で、リファクタリングっていうのは何なんでしょうっていうと、この本を読んでくださいって感じで、まあ、だから振る舞いを変えずにコードだけ変えてだんだん綺麗にしていきたいんですね。だからなんか変な名前があったらだんだん良くしていくとか、あと変なところに書いてあったらもっといいところに移すとかという感じです。それで、どこをリファクタリングするかっていうのを考えるのが難しいものの、始めてみると割と単純作業っていう雰囲気です。で、リファクタリングの話とかはまあこんなのとかあるんで読んでくださいって感じで、 Java の話をしたいと。で、Eclipse とか書いてると右クリックしてリファクターっていうメニューがあったりして、なんかこれ名前ムーブとかクラス切り出しとかできるんですね。で、パールでもこれやりたいよっていう、けどやりたいけど頑張るしかないと。つまりなんかああいうミークリックとかないので、ミークリックせずにやる必要があります。で、やろうとするとエディターで頑張って書き換えて、このメソッド呼んでるとこ頑張って探して、そっちも書き換えて、テストあったら動かしてみて、動けばリファクタリング成功するかもしれない。で、なんか世の中になんかないのかって探したんですよ。で、パドレっていう ID がありまして、これパールで書かれてるパールの ID なんですけど、手元になんか動かなくて、で、なんかうまくいけば変数名とか変更できるらしいっていう情報を、なかなか難しいと。で、デベルファッカーっていう最強っぽいクラスじゃないや、スリーパンパッケージがあって、これいいんじゃないのって思ったんですけど、これでリネームサブルーチンってやって、これをこれにってやると中で正規表現でひたすらやってくれるこれ絶対めちゃくちゃになると思うんですよ。で、これはやばいと。で、うまくいったかぎこういう状況であって、ちょっと、唯一マシなのがアップエディターツールっていう、これ知ってる人いますかね。エディターとビム、エディター用の拡張とコマンドがあって、なんかこのなんかここからここまで範囲選択して変数にしたとかやって、これはちゃんと動くんですよ。で、これ僕も使ってて大変いいっていう。あとタンブラーで見つけた最新情報によるとこういう感じらしいです。で、まあ、それでなんか普通はリファクタリングどうするかっていうと、そもそもそのセットでやるかっていうと、このキータっていう素晴らしいサイトによると、こうセットで全部書き換えるにはって言って、これでリファクタリングできるっていう、こういうことを言ってる人がいるんですけど、これまずくて、こう文字列操作でやってるわけなんで、どうしても精度が低いと。で、こういう素晴らしい雑誌があって、モズニョンっていう人が書いたんですけど、セットでやってしまうと、このなんとか ID をアーティクル ID にしたいってやってセットで書き換えると、そのアーティクル ID はいいんですけど、下側がユーザーアーティクル ID になってしまって、なんか違うと。で、そこでこれはまずいと。そこで静的解析することになります。静的解析っていうのはプログラムを実行せずに調べて解析するっていうやつで、これ動かさないのが大事で、動かしてしまうと動的解析っていう別の解析になってしまうので気をつけてください。で、いつやるかと何ができるかっていうと、例えばシンタックスハイライトとかしようとすると、毎回実行して色つけるっていうのがおかしいんで、プログラムは実行せずに色だけ頑張ってつけていくと。これは大体正規表現で作られたりして結構やばいっていうやつです。で、構文チェックとかも、まあ、その調べていって、まあ、if って書いてあったら、まあ、それ例が悪いな、まあ、なんかできると。で、あとはコーディング規約チームによって決めてると思うんですけど、それを正しく満たしているかっていうのをチェックしてくれるプログラムがあったりします。あと脆弱性があるようなパターンを調べて、ここは危ないかもねって教えてくれるとかっていうのとか、あとはリファクタリングもできると。で、一番雑に静的解析しようとするとこういう感じになります。これはプラック PM の行数を調べるっていう高度な静的解析の技で、これはやっぱりその実行はしていないし、プログラムの性質を調べているのでいいですねっていう感じで、けどその本当は命令数知りたいっていうこととかになってくるわけですね。そこで
通はどうするかっていうと、構文儀っていうのを作って調べていきます。構文儀作ってみましょうってことで、こういうプログラムがあるとして、構文儀作るとこんな感じになります。ステートメントっていうのが命令で、まあ、普通はステートメントいっぱい集まってるドキュメントになるんですけど、まあ、それでこのプリントスペースリストっていうのはリストで 1×2 みたいな、こうバラバラにしてこう組み立てていって、なんか構造になっていると。だからこれを見るとステートメントは1個ですねとか、この中に数字が何個あるかっていうと数えれば3つって分かると。でそれで、まあ、これは式だったんですけど、このここがモデルになっているとどうなるかっていうと、ちょっと雰囲気が変わって 1×2+3 っていう文字列のトークンができて、あ、これならこれは数字じゃないって分かると、これなら安心とできますねと。これどうやって作るかっていうと、 PPI ってモジュールがあって、 Cpan からゲットできます。で、ファイル解析してくれるモジュールで、ファイルドキュメントオブジェクトモデルっていう、その HTML と DOM っていう対応を考えるとイメージしやすいんですけど、まあ、さっきみたいな構造を作ってくれてアクセスできると。で、ファイルをパースするの難しいらしいので、すごいですね。で、このコンパイラーリクサーっていうモジュールもあって、そっちの方が早いらしいんですけど、昨日のモズニオンの発表を見てください。で、それで PPI で遊んでいきたいと。で、構文儀見たいってなったら PPI ダンパーっていうのを作って PPI ドキュメント入力すると DOM ができます。それをダンパーに渡してプリントすると、右側みたいな構造がバッと出ると。一応入れ子になってるとか、トークンが上から並んでるっていうのが分かりますね。これ見るとこれと一緒ですね。で、できたと。で、 PPI で命令数見たいってなると、簡単で find っていうのにこのクラスのトークンノードをくれって言うと、ステートメントっていうのが返ってきて、それでこうアレイにするとカウントが取れると。これで何命令っていうのが分かると。こんな4行ぐらいでいい感じにできるので良いと。で、悪いことしようとすると、 FizzBuzz を破壊するプログラムっていうのを書くことができます。これで、なんだっけ、トークンを全部取ってきて順番に見て、ナンバーだったらセットコンテントでトークンのコンテント ×2 にしてまた代入するとってやると、とりあえず数字を見つけたら全部倍にするっていうプログラムを安全に倍にすることができます。で、それでこういうそのフィズバズがあるとして、これがこうなります。この1から20が2から40で、その3で割って5で割ってっていうのが6と、まあこんな感じと。で、これで実行するとめちゃくちゃなフィズバズが出てやったと。で、まあこれフィズバズに限ったことじゃなくて、ウェブアプリケーションを破壊したいってなると、まあこういうこういうフォロワードとなんかないんだけど、こういうのをやっていくことができる。で、それでこれ何が嬉しいかっていうと、構文儀を書き換えてまたソースコードに保存できるので、それによってリファクタリングができるっていう感じですね。で、なんか具体的な便利な例を紹介したいです。Git グレップっていうのはやっぱり文字列そのグレップなんで変な誤判定とかするんですけど、これをトークン単位で検索して、そのトークンがマッチしたステートメントだけ表示するっていう apt-git グレップパールステートメントっていうのをこの間作って Cpan に上げておきました。で、これで Git グレップパールステートメントにしゃファイナライズとかってやって T かってやると、こうやるとなんかバーッと出てきて、この T 以下のファイナライズメソッドファイナライズっていうトークンを含むステートメントだけをこうやって表示することなどができると。で、これでこうやって探してきてコピペするとか、コピペするのに便利って感じですね。で、それで、まあ、どういう実装かっていうと、まあ、やっぱりそのドキュメントを作って分単位で見たいんでステートメントを取ってきて、下でステートメント1個ずつグレップしていって、またトークンを見ていって、トークンが一致したら見つかりましたよと、こういう感じで書くことができます。で、コーディングスタイル調べるっていうアプリケーションがあって、ファイルクリティックっていうので、コーディングスタイルチームで決めたやつに沿ってるかとか、そのまずいこと書いてないかとかっていうのを調べてくれるやつがあります。これで一般的なパールモジュールのスタイルをチェックしてみましょう。で、こういうアンチポップパッケージっていうのを用意してきました。これは単純な例で、そのトークって呼ぶと飲みに行くぞって叫ぶっていう、そういうアンチポップパッケージなんですけど、それで、パールクリティックがメソ、コマンドが用意されてるんで、この1っていうのが一番厳しいやつですね。厳しい感じでアンチポップを調べないそれでやってみると、こう
モジュールが1で終わってませんよとっていうのを教えてくれるわけです。そのこう戻るとこうびっくりびっくり1になっていて、これあのこれはなんか僕のなんか名前の代わりだと思ってとか言ってたんですけど、こうやってびっくりびっくり1って書くとこういうプログラムがちゃんと起こってくれると、これでよかったですねと。それでこれどういう実装になってるかっていうと、まあ、これもこれあのパルクリティックのソースからパクってきたんですけど、こう探していってこのここでマッチするかっていうのをこうトークンで見ていって1と空白があってもよくて、セミコロンで割っていなければまずいっていう感じに書いてます。いやこれは便利ですねっていうことで、それで1解析でしょぼいものを作ったり複雑なものを作ったり見てして見てみました。で静的解析の話はこれで終わりで、僕はリファクタリングツール作ってますよっていう話をしたいです。あんまり時間がない。アップ PRT っていうのを作ってます。 PRT はパワーリファクタリングツールでこういうのを作ってます。で、リファクタリングしたいときによくある操作をまとめてコマンドラインから呼べるようにしたっていうもので、コマンドラインで実行するとソースコードが書き換えられて保存までしてくれると。で、できることはそんなにないんですけど、トークンの置換とクラスのリネームとネームスペースっていうそのなんとかコロンコロンっていうクラスがいっぱいあっても全部変えてくれるってやつと、あとメソッド消すとかクラスメソッドをよそのクラスに移動するとかっていうのができます。じゃあやってみましょうと。練習用にクソコードを書いてきたんで、それをリファクタリングしてみたいと思います。おみくじアプリケーションっていうのを作ってきました。これ非常に高度なアプリケーションで実行すると中吉とか大吉とか出たり、動物おみくじっていうのを特別に作ってきたんで、これで十二支で占えると。ちょっと実装を見てみると、マウスどっか行った。マウス見つけた人は教えてください。まずおみくじ PL が、まあ、こんな感じですね。おみくじ入して占うってやると。で動物おみくじも一緒で、まあ、占うと。でおみくじ PM こんな素朴な感じで占うってやると、なんかチョイスしろとか占わないってやると。なんかそのこういうところでユーティリティメソッドを使って基地を作ったりとかっていう感じですね。でそれであのクラス図を書いて分析するとこういう感じで、なんか変なとこいっぱいあるんで順番にやっていきたくて、まず、占うメソッドっていう名前ダサいんで、なんかテルとかにしたいですね。で実行するにはこんな感じで PRT っていうコマンドにリプレイストークンしろって言って、占うをテルにしろってやります。じゃあやってみます。ここじゃなくて、おみくじ PRT のなんだっけ、リプレこれリプレース、トークンの占うを出る。これでなんか変わりました。とステータスビットディフ、こんな感じでちゃんと占うが全部テルになってると。やったと。それで、まあ、一応実行してみますかね。おみくじちゃんと動いていますねと。それでじゃあここまでコミットします。ファクタリングで、これでちょっと良くなりました。これでテルになりましたねと。でなんかユーティルラッキーっていうの、なんかユーティルラッキーじゃなくて、なんかラッキーっぽいんで、おみくじラッキークラスのゲットラッキーにしたいと。で、なんだっけ、ターミナルに戻って PRT、なんだっけ、ブログあれ、これなんかスライド間違ってる気がするな。あ、いいのか。ムーブクラスメソッドしますね。ムーブクラスメソッドのおみくじユーティルのラッキーをおみくじラッ、続きやってんのかな、ラッキーのゲットラッキーにします。これでなんか変わってるっぽいですね。それでゲットステータスするとちゃんとラッキークラスもできて、ゲットラッキーが実装されていますと。
それでコミットしますね。それで、まあ、こうなったと。でそれでなんかそのこの残ったユーティルっていうのなんかあれですよね、あと5分。なんかリストっぽい感じにしたいんで、リネームクラスってやってユーティルをリストに、リネームクラスでおみくじユーティルをおみくじリストにします。これもちゃんと元のファイルが消えて新しいリスト PM ができると。で呼び出し側ももちろんリストチョイスになって変わってます。でこれでこれでできましたと。でそれで、あそうだ、あとなんか占わないっていうのは変ですよね。これはなんだっけ、 PRT デリートメソッドとかかな、おみくじの占わない、これでちゃんと消えました。これなんかこれがなかったら手で頑張って消してるとこなんで、いい時代になりましたね。それであとなんかおみくじっていうのダサいんでロットクラスとかにしましょうと。どっか行った。 LT リネームクラスおみくじロット、これで消えて、それでなんかおみくじだけ移動するのも変なんで、全部おみくじやめてロットにしましょうと。でリネームネームスペースってやるとおみくじ以下全部変えられます。はい、これ結構変わったはずで、こうほとんど消えてリブロットができたと。ほとんど消えてロットとロットにちゃんと全部引っ越してますねと。まあこんなもんで、まあいいや、ミットしなくていいか。それでここまで来ました。これでラフタリング成功と。めでたい。まあ、まあこれぐらい手で書いてもいいじゃんって感じなんですけど、もうちょっと大きいやつで、なんかプラクリクエスト、なんかリクエストってちょっと英語で難しいんで、これもさっきと同じようにリネームクラスってやってできました。プラック PRT リネームクラスプラックリクエストをください。でこれ多分ちょっと時間かかるんでちょっと休憩時間とします。もう20分な気がする。まあいいか。それでもうめちゃくちゃ変わってますねと。でこれでテストもこの通り通りますねと。これでいつでもブラックくださいにしたくなった日には変えられます。でリファクタリング成功で、名前を気軽に変えられると気軽にプログラムかけて便利ですねと。でリラックスできると。でうまくコツがあって、うまく使うコツがいくつかあって、この git grep -name only とかして先に置換したいファイルを探しておくとリネームが早くなって早いとか、あとちゃんとテスト通してからコミットしましょう。そうすると安心できますね。あとこのクラス名を文字列連結とかで作るとこう探しにくいんで、こういうのやめましょうっていう。あとなんか事例紹介したくてハテナブログを全自動でファクタリングしまくったっていうことがあります。そのなんかサービスユーザーっていう DB 引くメソッドになんか R っていうコンテキストを全部渡したんですけど、なんかその DB だけでいいじゃんって言って DB だけ渡すとかとかあって、結構統一されてなくて100クラスぐらいめちゃくちゃになっていたので、ちまちま直してたんですけど、手でやってると使えるっていうので全自動でやりたいと。でこういう R を渡して R 取って RDB って呼んでるのを、こういうふうに RDB を渡して DB を受け取るといいっていう、これをやりたいと。でまあその、まあ、こういうルールで書き換えていけばいいんですけど、機械的にやるとめちゃくちゃになるので、その他に R 渡してるときにはその BBB ってところに R 渡してると書き換えてしまうとまずいですね。なんでこのアナザーサービス BBB ってところを先に DB を渡すように書き換えてから この AA ってやつを書き換えるっていう作戦とかがいると。あと DB 以外も使ってて R ユーザーとかって取ってるとこれはまずいので、こういうとこは手で頑張って直すと。で作戦書くと
ソースコード全部見て、ある受け取ってるメソッドを探して、安全に書き換えるか調べて、メソッド定義を書き換えて、呼び出しのところも書き換えて、テストを実行して通ったらプッシュして落ちたら、テストも、よし。で、なんかいっぱいやってて、それで2000行ぐらい変えて、リファクタリング成功しました。で、やっぱり疲れました。